立って行う腹腔筋のストレッチです。ストレッチしたい方の足を後ろに下げます。この時、後ろに下げた足の先が外に向かないように、前の足と平行になるようにしましょう。背筋を伸ばしたまま前の膝を曲げ、重心を前方に移していきます。後ろの足のかかとは地面から離れないようにして、膝が曲がらないよう気をつけます。ふくらはぎが適度に張った感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。元の姿勢に戻ります。反対側も同様に行っていきます。今度は反対の足を後ろへ下げます。背筋を伸ばしたまま前の膝を曲げ、重心を前方へ移していきます。ふくらはぎが適度に張った感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。元の姿勢に戻ります。2セット目です。ストレッチしたい方の足を後ろに下げます。背筋を伸ばしたまま前の膝を曲げ、重心を前方に移していきます。ふくらはぎが適度に張った感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。元の姿勢に戻ります。今度は反対の足を後ろへ下げます。背筋を伸ばしたまま前の膝を曲げ、重心を前方へ移していきます。ふくらはぎが適度に張った感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。元の姿勢に戻ります。3セット目です。ストレッチしたい方の足を後ろに下げます。背筋を伸ばしたまま前の膝を曲げ、重心を前方に移していきます。ふくらはぎが適度に張った感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。元の姿勢に戻ります。今度は反対の足を後ろへ下げます。背筋を伸ばしたまま前の膝を曲げ、重心を前方へ移していきます。ふくらはぎが適度に張った感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。元の姿勢に戻ります。